さあでは今回は2021年7月上旬の時事問題やっていきましょう。今までは月に1回時事問題の動画出してきましたけど、今回からお試しで半月に1回上旬と下旬とで時事問題の動画出してみようかなと思います。ということで早速7月上旬の主な出来事はこちら。大事な順に赤青グレーの順まで色分けしてあります。今回はね、非常に大きな出来事が色々あったり、あるいは現在も捜索が続いていますが、大規模な災害なども発生しました。この半月で起きたこれらの出来事の主なポイント、あるいは知っておきたい事柄などをこの動画で紹介していきます。少しでも皆さんの勉強の参考にしてもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまずは大規模な災害が発生しました。7月3日静岡県熱海市伊豆山地区というところでしたけど、記録的な大雨が7月1日2日3日と降り続いて、その雨や地下水溜まったものがね、一気に噴き出すなどして大規模な土石流が発生。7月14日現在で11人が死亡、16人が行方不明という非常に大きな災害が発生しました。まだ救出活動なども続いていて、原因究明はこれからですけど、どうも違法になされた盛り土が雨や地下水に耐えきれずに、あるいは適切な排水処理などがなされずに崩れ落ちて土石流になったのではないかという見解が出されています。この熱海市以外にも、この7月前半は大雨などによって住民に大きな被害が発生する、災害が切迫している場所などに出される緊急安全確保、この情報が発令された場所これだけあります。7月3日の静岡県熱海市も入っていますし、7日8日には中国地方の島根県、鳥取県、広島県、10日には九州地方の鹿児島県、熊本県、宮崎県と、これだけね、大雨によって土砂災害が発生する可能性、あるいは川が氾濫する可能性があるなどして、これだけの地域に情報が発令されたわけですね。この7月という月、ここ最近はもう毎年のように大雨による災害が発生しています。例えば2020年、令和2年7月豪雨と名付けられた災害、熊本県を中心に九州、それから中国、四国、中部地方などで集中豪雨が発生をして80人以上の方が亡くなっています。また2018年にはいわゆる西日本豪雨、広島県、沖縄県を中心に洪水、土砂災害が発生をして260人以上の方が亡くなりました。これ以外にも犠牲者の方が出ている7月の大雨による災害というものはあるんですけど、一つ日本の気候の特徴として知っておきたいのは、大雨が降りやすいのは梅雨と台風というこの2つ、6月7月の梅雨の時期、そして秋にかけてやってくる台風、この2つの時期は大雨が降りやすいということでね、地理の勉強などでも出てきますから、日本の気候の特徴として知っておきましょう。今回この動画で見てきた7月の豪雨というのはこのうち梅雨の影響ですね。よく天気予報などで活発な梅雨前線が停滞しているなんていうことが言われたりしますけど、大気が不安定な状態になって積乱雲が発生をして大雨をもたらす、場合によってはその積乱雲が同じ場所で次々と発生して線状降水帯となって、で想定以上の大雨が降る、こういったことなどによって災害の発生につながっています。また気候関連で言うとこちら、これはね、海外の話なんですけど、カナダやアメリカで高温を記録しています。この下のアメリカのデスバレーというところは気温が高くなる場所として割と有名なんですけど、上のカナダですよね。カナダといえば比較的高緯度にある国、カナダ気温が低い場所、寒い場所というイメージがねあるかなと思うんですけど、そのカナダで観測史上最高 49.6 度という気温を記録しています。このカナダ西部やアメリカ北西部では6月末から1週間近く歴史的な熱波に襲われていて、おそらく熱中症だったりするんですけど、何百人もの人が亡くなってしまうという異常事態が起きています。また高温とともに空気も乾燥していて、山火事なども発生しているんですね。このカナダの気候については国際的な研究チームの分析によると、今回の熱波、人為的な気候変動が要因となっている、気候変動があったからこそこの1000年に一度とも言われる大きな熱波が発生をしている、そのように考えられるということで、この急速に温暖化する気候というのは人々の生活だったり健康にね、大きな影響を与えているのかもしれません。続いて4日、東京都で都議会議員を選出する選挙が行われました。今年は秋までに必ず衆議院議員総選挙、これが行われる年ということで、その情勢占いとしても注目を集めていた東京都議選、今回はね、簡単に結果と知っておきたいことを紹介していきます。まず選挙結果ですが、大まかにこんな形、前回の選挙2017年の時に勢いのあった都民ファーストの会が今回議席を減らしてしまうだろうということはもう事前に言われていたんですけど、どのくらい議席を減らすのか、そしてその減る議席をどの政党が獲得するのか、このあたりに注目が集まっていました。選挙前の予想ではね、自民党がかなり勝つだろうと言われていたんですけど、その予想に反して都民ファーストの会は健闘した、そして自民党議席の数としては一番になっていますけど、協力関係にある公明党と合わせても議会の過半数に届かなかったということで、今回の選挙唯一負けたのは自民党だなんていうふうにも言われ
られています。まあ、あまり細かなこの選挙結果というものが時事問題として出題されることは少ないかなと思うんですけど、主要な政党の名前であったり、秋までに行われる衆議院議員総選挙に向けての動き、例えば自民党の中では早速戦略を立て直さなければならないという動きも出ているようです。今回のこの選挙の結果を受けて、今年は秋までにね、いろんな選挙関連の動きというものが大きなもの、小さなもの、いろいろ起きるかなと思いますから、ちょっとね、そういった観点でニュースなどを見ておくと良いかなと思います。続いてこちら、新型コロナウイルス関連言っておきましょう。前回6月の時事問題の動画では、沖縄県以外の緊急事態宣言が解除されたという出来事を紹介しましたが、もう今月東京都に再び4度目となる緊急事態宣言が発令されました。そして東京都に緊急事態宣言が発令されるということで、8日の方、その東京都で開かれる東京オリンピック、東京都やその周辺の県では無観客の開催ということが決まりました。このオリンピックに関してはいろんな議論がありますが、まあ、無観客の開催、無観客オリンピックというのはね、史上初の出来事です。ですから時事問題としてこういうことになったということは知っておくといいでしょう。そしてここでは新型コロナウイルス関連の動きを紹介していきます。まずは緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の発令地域について、現在このような状態になっています。東京都もね、宣言が明けたばかりでしたが、3週間足らずで4度目の緊急事態宣言となってしまって、さらにね、その期間も8月22日までと長いものになっています。それからもう一つは沖縄県、5月23日からずっと宣言が続いています。なかなか療養者数の数が収まらないし、病床の占有率というのも高い状態が続いている、そういった状況からね、宣言が継続となっています。そして東京に宣言が出されたその背景、まず一つは感染者数の増加傾向がやや顕著である。このままのペースでいくと急激な感染拡大、医療の逼迫が予想されるということで、早めの緊急事態宣言の発令になりました。さらにはデルタ株の影響、デルタ株と言われるインドで初めて確認された変異株、これは従来のもの、そしてイギリスで初めて確認されたアルファ株に比べても感染力がより強いとも言われていて、これがどうも広まり出しているといった懸念もあります。現にね、すでに東京都での1日の新規感染者数も1000人を超えてしまっていて、前回4月から5月にかけてのいわゆる第4波、この時の1日の新規感染者数のピークを超えてしまいました。もしかするとこの7月第5波が始まっているのかもしれない。その第5波とオリンピックのタイミングが重なるかもしれないということでね、またこの感染拡大の状況には注目が集まっています。また政府としてはなんとかこの感染拡大を抑えたいというその思いからでしょうか、圧力とも取れる要請を2つ出してしまって、それをどちらも撤回するという出来事もありました。一つ目はこの緊急事態宣言の中でもお酒を提供し続けているお店に対して、そのお酒種類を提供している飲食店に対して金融機関から働きかけを行ってもらうという方針。そして二つ目はお酒を飲食店に販売、まあ卸している事業者、問屋卸売業者ですよね、こちらに対してお酒の提供をやめない飲食店にはお酒を販売しないでほしいという要請。政府としては一般的なお願いであって圧力でもないし、不利益が生じることはないと言っているんですけど、まあこれ味方によっては圧力に見える、強い立場を使って無理に言うことを聞かせようとしているということで、大きな反発などもあって撤回に追い込まれました。ちょっとね、やり方がやり方だけに波紋も呼んでいますから、こういったことがあったんだということは知っておくといいでしょう。それからその新型コロナウイルスの海外の状況、インドネシアでそのデルタ株の感染拡大が続いていて歯止めがかかっていません。インドネシアはね、日本の企業も多く進出している場所で、日本人でも亡くなっている方が出ています。そして現地に駐在している社員を帰国させるという動きも活発になってきています。現在ね、帰国させたいんだけど、その帰国する飛行機を手配するのが難しいといったことにもなっていて、14日には日本政府も支援に動いて、日本に帰国させるための特別便が出される、そういった飛行機が飛ぶということにもなっています。そして続いて香港情勢ですね。香港についてもこのチャンネルで何回かすでに紹介していますけど、中国本土から民主派を弾圧する動きというものがこの1年強く起きていて、その影響というのがね、また大きく出ているという話。今回は香港の区議会、まあ日本でいうと国会ではなくて地方の議会にあたるものですけど、この区議会議員479議席のうち170人以上が一斉に辞意を表明するという事態になっています。この議員を辞めることを表明している170人以上の人たちは民主派と言われる人たち。最近ね、区議会議員に対して中国政府への忠誠を誓うことが義務付けられて、その宣誓が今月にも行われるということで、それを前にして抵抗を感じる人たち、反発抗議の意味を込めて一斉に辞職するという動きになっています。というのもね、この宣誓に従わないと愛国者ではないというレッテルが貼られることになって、議員資格が奪われてしまう。さらには今までの給料も返還しなくてはならなくなってしまう。こういうことになっていて、まさに民主主義が奪われる事態が起きているわけですね。この香港から民主主義が奪われる事態、もう歯止めがかからずに1年という時間が過ぎています。というのもね、香港でこういうことが起きているんだということは知っておくようにしましょう。
ということで、7月上旬の時事問題でした。どうだったでしょうか、まあ、半月に1回というペース、そしてこのぐらいのボリュームの方がね、皆さんも見やすいかなと思います。引き続きね、半月に1回というペースでしばらくは動画出していこうかなと思いますから、ぜひ皆さんの時事問題の勉強の参考にしてもらえればと思います。そして7月下旬の時事問題、ついに東京オリンピックが開かれる、そして第5波の行方ですよね。このあたりもね、7月下旬以降ニュースで大きなポイントになってくるかなと思いますから、ぜひそれらの動向を見てみてください。ということで、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。